こんにちはち。こんにちは。今日は、俺は、この間にあげた、より一はもし悪魔の刃の世界にあいたらどうなるのかの YouTube あげましたよね。それを、リブをしたいと思います。楽しんでください。チェーンソー悪魔は先に、礼儀悪魔が殺すって言って、へぇって言っていました。 それで礼儀悪魔とチェーンソーマンは戦いが始まり、礼儀悪魔は先にチェーンソー悪魔は叩きまも、ぼったたかれ普通に礼儀悪魔は攻撃もできなずチェーンソー悪魔にパンチをされ、さよならになり、でも礼儀悪魔は、それがめちゃくちゃ怒ったのか、くソそって言って、それでチェーンソー悪魔は、バカだな、チッチッチって言いました。それを見といたより一応、 あいつ強いんだな、と言いながら攻撃しようとしたけど、その通り礼儀悪魔が暗えと言いながら攻撃をしましたが、それは無理だったのか、急に切りました。なぜ急に切れたのか、わからないこの状況で、どうやってと礼儀悪魔はびっくりした瞬間、ふふふふ、って言いながら笑って、 それで礼儀悪魔はぶかついたのか、ちキしょうって言いながら、手を床に入れ、笑いながらやったんだから、それでも避けちゃい、その避けたその、チン悪魔、おっとって言いながら避けました。それを見ていたより一は、俺が手伝わないとな、と言いながら、日の神かぐらを使い始めました。やっぱそれでも無だだったのか、避けました。その時に礼儀悪魔が、魚の飲み込みっていう能力を使って、 チェンソークマは足にあった足でチェーンソーをやり簡単と言いながらやりましたそれでレギアクマは倒してやると言いながら走ってきてアクマは全然当たりまで一個一個よけていきましたそれで破壊エナジーを使って止めるよーって言いながら急にエナジーが消えてあれーと言いながらいましたそれを見ていた頼市もびっくりそれで床が崩れていて レギ悪魔は石に刺されていて、チェンソー魔は死んだね、ふふっと割れていたが、その時、よりイチはヒノのカメカクラを使ってき、チェンソー魔を攻撃してきたが、それでは無駄でした。全くチェンソー魔はそれを全部受けながらバリアし、それでヨリイチはびっくりさせた悪魔でした。でもそしたら急にパサパサっとし,しながら、急になんか起きてき、 また進化をした霊気悪魔は、またチェンソー悪魔と戦いをします。それでまた二部の戦いの霊気悪魔 VS チェンソー悪魔。それで霊気悪魔は力が強かったのか、チェンソー悪魔の手を普通に切っていい。それで霊気悪魔はチェンソー悪魔の心臓を刺しましたが、これでチェンソー悪魔は知らなず次の変身になり、 礼儀悪魔を勝つ力を持ちました。ああっていう大きな声で礼儀悪魔は耳が痛かったのがバリアし、それで飛び越えて礼儀悪魔の顔を蹴り、それで飛ばされ、飛ばされた礼儀悪魔は石にパコーンとぶつかり、それでチェンソー悪魔とまた礼儀悪魔と攻撃したが、 霊イギア悪魔の手をすぐに止められたら、その瞬間、霊イ悪魔はチェーンソー悪魔のぶっ飛ばしましたが、それでも無駄だったのか、プーッとライトを捕まえ止めて、それでどうだと言って、その次の攻撃をしてやがり、霊イ悪魔のお腹を刺し、それでキックして飛ばしたチェーンソー悪魔。それで料理位置はどうしようと思いながら、 日の神隠ラを使い、また、それでも、チェンソークマは、より一をぶっ飛ばしちゃい、それでより一はまたぶんどってっちゃったが、でも、それでもより一大丈夫だった。より一は、どういう感じで、チェンソークマのおに、にえっと、お腹を切ったんだのです。それで、切られたチェンソー、それで切られてチェンソークマが、めちゃくちゃ痛すぎて、ぎャーッと言いながら、またより一の攻撃してきたが、 それではより一は全部見えるぞっていうみたいに、チェンソー悪魔のお腹を首の以外は全部切りました。でも、チェンソー悪魔の蹴りのせいで、また人間の元に戻ろうとしている時チェンソー悪魔はさっさと殺そうかと言いながら、礼儀悪魔にやりましたが、そこ、そこの時近づくなと言いながら、礼儀悪魔のチェンソーをぶっ壊し、 その時、その時によりいが、日の神かくらど、今だと言いながら、日の神隠かかれてチェンソー悪魔を切りました。その時に砂悪魔が来、倒すと言いながら、それこれで、これでよりいと悪魔刃に入るとどうなるのか終わります。今日楽しかったら、ありがとうございました。バイ。